始まりました。本日は XRP リップルのチャート分析をしていきたいなと思います。現在の、時刻ですね、8月の27日午後、2時26分 YouTube 録画の方をしております。はい、では早速ね、価格の方をまず見ていきたいと思うんですけども、今 116.7 円ぐらいですかね、という形になりまして、まあ、少しですね、仮想通貨の市場、ビットコイン、イーサリアムなどが今日はちょっと下落しているような状況でありまして、まあ、XRP も116円ということですね。ちょっと昨日に比べると少し安くなってきているというような感じです。はい、今この段階の XRP なんですけども、じゃあ今後ね、どういう動きしてくるのだろうかというところなんですけども、ちょっとですね、他の仮想通貨同様、ちょっと弱含みという形にはなってきそうかなというふうには短期的に捉えています。まあ、ただですね、そんなに悲観するようなこともないかなというふうにも逆に思っているんですけども、まあいろんな指標というかですね、まあこのチャート分析で用いるものですね、MACD などがちょっとね、下向きにはなってきているのが気になるところではあります。あと、それから、まあ、ビットコインなど。まあ、ニューヨークダウですね、この辺が今日どうなってくるかによって、土日のね、XRP、BTC、イーサリアム、この辺も動きが多分あると思いますので、まあ、今日のニューヨークダウはちょっと注目するポイントなのかなと思っています。まあ、場合によっては、マックリもね、また上向き方向にということもあり得るんですけども、ちょっと短期的には下目線で考えています。ではどのぐらいまで下に行くのかなというところなんですけども、まあこの辺で見るとですね、まあ、そこまでね、こう極端に下がってくるような内容とも思えないようなところもありまして、まあ一旦は114円ぐらいですかね、この辺にちょっと一応サポートが効けばいいなというふうには思ってますけども、まあ、ニューヨークダウのね、今日の動きなどによってはちょっとですね、深押しすることもあるかなっていうふうには考えています。まあその辺ではまたね、買い物が入ってきそうだなとは思いますので、まあちょっと悩ましいっていう感じになるんですけども、まあ逆にじゃあこの辺で買い増ししたらどうかっていうね、ところもご意見としてあるかなと思います。私は個人的に買い増しはしないし、まあ購入は今のところ XRP に関しては、まあ、上がるかなとは思うんですけども、ちょっと見送ろうかなっていう判断はしております。まあ、今の値がちょっとそこまで安いとは、まあ、長期的に持てればですね、まあ、ポテンシャルからすると安いかなっていうふうにも思うんですけども、いろんな状況ですね、含めるとちょっとですね、まあ今下落のターンということもありますし、まあ、ここで今、ドカンと買おうかなっていうふうには、思えないかなっていうところですね。そんな中、まあどのぐらいだったらいいのかなっていうところなんですけども、まあ最近のトレンドを見てると、まあ一応今100円は超えている状況で、まあ116円ぐらいですよね。なると、まあ見桁終わったあたりですね、80円ぐらいとか、まあ、この円ぐらいになってくれたらちょっと検討するかなっていうところはあるかもしれない。まあ今のところそこまでね、落ちる感じもないですし、まあそうですね、とにかく、まあ、リップルを今買おうというふうには判断はしてないですね。総合的に見て、まあ上がるような気はするんですけども、なんかまあ実際に、まあ、ポートフォリオに今 XRP 入ってないんですね。まあ入ってなくて、まあ他のを買うぐらいだったら、まあ XRP でもいいかなっていうふうには思うところもないわけじゃないんですけど、まあ結果的に今ポートフォリオには入ってない状況でありますね。まあ逆にね、増やしやすいっていうこともあるかもしれないんですが、あんまりちょっと今の段階で買おうかなって意欲があんまり出てこなくて、まあそれが自分のポートフォリオに現れてるだけなんですけども、まあそうですね。なんかのね、あのニュースで、まあ、急落しちゃってね、例えばそれこそ見桁を割り込んできて、まあ少し深押ししたらもしかしたらね、買うかもしれませんけども、今のところはそういうふうにはなってないですし、今115円ぐらいで買おうというふうにはあんまり思えないかなというところなんで、まあ私と同じような方もね、多いと思いますし、あとは一番、まあパレットの時もちょっとお話ししたんですけども、
XRP を持っている方がね、116円っていうのを見てどう思うかっていうのが結構ポイントかなと、こちらも思ったりしています。なので、XRP ですね、例えば80円ぐらいに買ってるよっていう方でしたら、まあ、もっと安い方ね、40円ぐらいとか、それこそ30円ぐらいっていう方ももちろんいらっしゃると思いますけど、まあ、その方たちも同様ですね、116円だったらっていうのはありますよね。ちょっと利確一部してもいいかなっていうふうには思われます。ただ、XRP に関しましては、他のものとちょっと違うようなところもあって、買った方が結構強気な方が多い気がするんですね。まあ、もっと潜在能力があって、もう少し上を見ているというか、まあ、長期で持とうっていう投資家の方たちが比較的多いかなっていうイメージはありますので、まあ、110円でどうかなっていうところもあるんですけども、まあ、多分そういう方たちはね、逆に、まあ、200円とか400円ぐらいで売りたいなとか、いや、全然今売るのはもったいないみたいな感じで思っている方は、まあ、売る必要はないと思うんですけども、特にリップルにそこまで、なんて思い入れがないとかであればね、ちょっとまあ安く買ったものは、まあ、念のために利確しといても悪くないんじゃないかなって思ったりはしています。まあ、これは本当にちょっと自己責任になりますし、難しいんですけど、まあ十分、まだまだね、上がっていきそうな雰囲気もゼロじゃないし、まあ全然ありますよね。他のものが上がってくればですね、まあ140円、150円と、まあ200円と、行く可能性も全然あると思いますし、まあ他のね、ものに比べると上がり始めると早いっていうイメージもありますから、まあ非常に難しいかなっていうところはあるんですけども、まあ、チャートだけで見ると、ちょっともう一回見ていきましょうか。そうですね、116.5円。まあ、値段だけまず感覚として、やっぱり今購入っていうのは悪い選択ではないんですけど、まあ私はしないかなっていう感じですね。それからじゃあこの価格がどうなっていくか。まあ、ちょっと微妙なとこなんですけど、まあここもね、今見てると、陽線もポンポンと出てきているというところがあるから、まあ、なんか市場の評価としては、まあそうですね、60%ぐらいは買い、そうですね、売りが40%ぐらいの感覚なんじゃないかなって、まあ、ちょっとこれ数字、今回ちょっと見てないんでね、あれなんですけども、大体おそらくそういうイメージか、もしかしたらもう少しロングポジションの方のが優勢なんじゃないかなっていうふうには映ってますので、まあ逆に言うと、ここから上げていければですね、そうですね。一回115円ぐらいにタッチして、コツンと上がっていくみたいな感じもあるかもしれませんし、あと逆にものすごくね、これから強くなるということを、まあ今も見てもね、上がっていきそうな雰囲気が出てきてるんですよね。そうすると、逆に言うと、でっかい陽線が出て、130円、150円みたいな形でガツンと上がっていくっていうこともあるかなと思います。逆に下がってきたときは、一回110、今ぐらいですね、この116点、7円ぐらいから急に落ちてきちゃって、110、それこそ3円、4円とか、今110円割っちゃうみたいな感じになると、ちょっと下落トレンドに行く可能性がちょっと高まってしまうなっていうところもあるので、ちょっと気をつけなければいけないポイントではあるのかなと思っております。でもなんか雰囲気見ると、またちょっと上がり始めたのかっていうところもありますので、まあちょっとやっぱ捉えどころがないなというところもありますし、ポテンシャルをね、やっぱり評価されている投資家さんが多いと思うので、まあ、あまりこのぐらいの金額でちょっとこう、動くつもりがないのかなっていうふうにもね、まあ、このチャートを見てたりすると、出てるのかなと思いますので、まあ、なんかね、やっぱりこちらもね、XRP に関しましても、基本的にはまあチャート的に見たりすると、まあ、ショートだなって思うんです、正直ね。思うんだけど、何かね、やっぱり、上がっていきそうな、感じがね、こちらもあるのが、やっぱり、多分今、握ってる方が特に思うんじゃないですかね。やっぱり本当は利確した方がいいなと思ってるはずなんですけども、なかなかこう、売りのタイミングですね。まあ、決めてらっしゃる方は200円とか決めてれば全然ね、まあ、それで動けるんですけども、ちょっとこう、意外と流動的に考えていて、まあ、ナチュラルに動くみたいな感じの、購入の仕方の場合だと、ちょっとこう、売りのタイミングが非常に難しいなっていうのは正直思います。まあ、普通だったらやっぱりここで一回利確をするべきなのかなとは思うんですけども、一部ね、一部でも。まあ、全部っていうのはちょっとあんまりわからないんですけどね、その投資の手法によって全然変わりますからね。
ですので、ちょっとやはりどっちにも動けるように、フットワーク軽くしておくのが一番いいんじゃないかなと思いますね。ちょっと下に来そうだなと思ったら、パツッとこうね、一部利確するようなイメージで。購入に関しては、ちょっとやっぱり XRP に関しましてもそうですし、他のものもそうなんですけども、今なかなか買うってなると、ある程度覚悟がやっぱりいつも以上に必要かなとは思っています。安くなってた時と比べて、少し値上がりしているものが多くなってはいると思うので、ある程度やっぱりこの仮想通貨にどうしてもっていうね、ちょっと思いがある方だったらちょっと買いやすいんですけども、どれがいいのかなってちょっとわかんない場合っていうのは、結構リスクもね、あるんじゃないかなと思います。やっぱりこう、ちょっと下げてきて、やっぱり失敗だったかなってパツッと売っちゃうみたいな感じになりかねないような状況でもあると思うんですね。以前よりちょっと高くなっている事実はあると思います。7月の20日末ぐらいから比べるとちょっと高いものが増えてきているので、そうですね。買うときは非常に、やっぱりよくよく後悔しないように調べてたりとかしてからじゃないと、あまりお勧めできないなって思いますね。そんな中、XRP ですね。毎日ちょっとチャート分析してると、やっぱりなかなかね、こう、結構同じような内容になっちゃうことが多いんですけども、XRP も非常に悩ましい展開。今直感で言うとちょっと上がっていきそうな雰囲気をね、思ってはいるんですけど、これどうなるか。これは本当に、誰もがね、やっぱりなかなかわからないものだと思いますので、どちらにも動けるように、覚悟を決めとくっていう形かなと思われます。今117円になってきましたね。少しまたちょっと回復してくる可能性が出てきたのかなというところなんですけども、ちょっとニューヨークではですね、こちらに今日は注目してみたいなと思っております。ということで、今回の XRP のチャート分析、この辺で終わりにしたいと思います。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。